キリト君、やだな、熱くなっちゃって。私は一度も強要してない。間違ったことは言ってない。みんな賛同してくれただけ。私もその思いに応えるために実験を成功させてみせる。この素晴らしさが君にはわからないのかな。何を言っても無駄なのか。今頃スメラギ君がデータを取ってくれているはず。いい結果が出ればいいな。セブン、あんた何を勘違いしてるの？レイン、あなたは何の権限で私の頬をひっぱたくのかな。あんたのそのクソ生意気な笑みを見てられなくなったからよ。おいレイン。キリト君は黙ってて。確かにあんたの実験は交渉かもしれない。それで新しい技術が生まれるかもしれない。でもあんた仮にもアイドルをやってるんでしょ。夢を与えるのがアイドルの務めなのに、みんなの楽しみを奪ってどうすんのよ。私はみんなの期待に応え、みんなはその見返りをくれた。これは互いに利益を分け合う純粋な交渉よ。みんな幸せなんだからいいじゃない。みんながチヤホヤするのはあんたに惚れ込んでるからでしょ。でも私はちゃんとリアルのことも明かしてる。その上でみんなは突き従ってくれてる。こんな清廉潔白な行いの結果をそんな風に言わないでほしいわ。じゃあはっきりと実験のためだったって言いなさいよ。それはそれにね、私たちはここでゲームをしに来てるの。博士だかなんだか知らないけど、よくわからない実験に利用されるのはもうごめんなのよ。キリト君も私も私たちに用意された大事な遊び場をあんたの妙な欲望で汚さないで。ゲーム。レイン、別にあなたの理屈を全部否定する気はない。でも私は止まるつもりはないよ。そうか、じゃあ俺たちはラスボスをたった一人で倒しちまった君を倒して、そのラグナロクとやらを失敗させてやるさ。強力な OSS を無数に持つ私に勝てると思うの？そういう相手の方がむしろ燃えるさ。俺たちはラスボスにふさわしいぜ。そう。キリト君、行くよ。ああ。これでも食らえ！かかってきなさい！みんなが受け取った思いと力、ここで嫌というほど見せてあげるから！そんなかりそめの思いに勝利を見せつけて、これからもみんなのアイドルとして、女神として実験を続けるのよ。ラグナロクパストラルを歌い続けるの。セブン。そうだわ。あなたたちが SAO を生き抜いたプレイヤーだというなら、あなたたちを倒せば私はさらなる英雄として高みに登ることができる。だからキリト君にレイン、もう一度戦いましょう。絶対に絶対
君、セブンの様子が何かおかしいよ。これはなんだ。私は絶対に負けない。私は絶対にいつまでもみんなに認められる存在で。わかる。
わかるよ。私はあんたに傷ついてほしくないの。使命感に燃えて大勢の期待に応えようとして身を粉にしてあんた自身が壊れていくことがもう私には見てられないの。うまくいったね。どうしてなの？どうしてダメなの？みんな私のこと好きだって応援してくれるって言ったじゃない。セブン、どうしてキリト君たちは私の邪魔をするの？ひどいよ。あんたさ、自分を大人に見せて勝手に正当化しているばかりかと思ったけど、そうやってちゃんと子供みたいに泣けるんじゃん。大人たちに囲まれて、世間に担がれて、話題の的にされて、振り回されてるうちに乗った波から降りられなくなってただけなんだよね。ほら、無理しないでお姉さんの胸でお泣き。しばらく貸してあげるから。なんだ、俺が心配することなんて何もなかったんじゃないか。やっぱり姉妹だね。語り合う必要なんて最初からなかったんだね。うん、そうだね。本当によかった。ああ、私にも優しいお姉さんがいてくれればよかったのにな。おいおい、そりゃないだろ。まあ、これで一件落着ってやつ。この映像を見てるクラスタやシャムロックにはわけわかんないだろうけどね。実験結果はどうなるのかな。途中からカオス展開になっちゃったよね。高まった感情もしらけちゃってるだろうし、おそらくは失敗じゃないかな。はい、今ちょうど ALU 各所の映像をいろいろと見て回ってますが、騒然としてますね。シャムロックの人たち、クラスタの人たち、みんなあっけに取られてます。あらあら、ユイ、管理者側のカメラ映像を無断で閲覧？それってナビゲーションピクシーとしては越権行為じゃないの？私としたことが。前に私のことあんなに批判してたのに、ユイってばひどい。でもこれでさ、七色博士の高尚な実験は失敗ってことだよね。私たちのせいでさ。大丈夫です、実験はきっとすぐにちゃんとした形でやれますよ。あの子ならすぐにまた立ち上がれると思います。私信じてます。ああ、そうだな。 HP がつき、光のかけらとなって消えていくセブンの体、それをいつまでもレインは抱きしめ続けていた。